トト、ビッグ、大きなアンドレット。スポーツ振興くじトトやビッグの収益は日本のスポーツを育てるために使われています。今日はサガン鳥栖の本拠地鳥栖市で活動しているスポーツクラブフィットスをご紹介します。流した汗もそうですけれども、共感し合える人たちがこう集まってきて、その共感の輪がこう広がるというか、運動の苦手な子も大丈夫だよ、おいでってことで声かけしています。かっこいいなって思ったので入ってみようかなと思いました。監督コーチさんもちゃんと指導してくれるので、とても上手になる。練習している子はやっぱり最後の試合での最後の打席で言ったりとかするんです。そこが教えてて嬉しいところであります。信じよう、スポーツの力を。